はいどうも皆さんこんにちは、ムンスケです。バイオハザード RE4 ハードコア5時間半以内のクリアを目指して、3周目走っております。チャプター10が終わったところで、次ねチャプター11やっていきたいなと思います。無限ロケラン装備で、ベルデューゴをね倒したところです。次のチャプターはトロッコですか？いや？ん？どこや？次のチャプター、そうですね、トロッコですね。目的は？ここまで来ると、助けるって言ってんだ。最後クラウザーとのナイフの俺が元アンブレラのに戦いもあんのか。人間を信用できると思うか。バレてたか。アンブレラの一応ウェルカム。ちょっと珍しいボディアーマーの、ね、修理。また来いよ。これを終わらしといて行きますかね。あ、そうや、ここダイナマイト取らんでいいんや。ドーン。すまんすまん、こっちの方が早いんやから。お前のその身のこなし、で本当にただの研究者か。こっち来たらエルヒガンテ2体か。まずあとはヤツだけだ。はい、お疲れ。おい、この上から行けそうだ。せっかく倒したからもらえるもんもらっといて。頼む。どうだ、どうや、開けれるか。よし、開いた。よし、行くぜ。さあ、鬼門のチャプターやっていきましょうか。回復は一応3、4、5ぐらいあるか。強化手榴弾、先行手榴弾、先行手榴弾、強化手榴弾。ここは奴らの聖地なのさ。この場所でプラーガが見つかったのだよ。大昔の琥珀に包まれて。ゾッとする話だ。まさかこれに乗る気か。するぜ。お、優しい。セーブポイントあるやん。これは優しい。あ、行こ。やばい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 。お、なんで、なんで、うわぁ、なんで。ちょっと待ってくれ。これは心が折られるやつや。ああ、心折られる。ああ。
まあ半分でもうやられることはないかもしらんけど、チェーンソーが左右できたんかな。ちょっと覚えとかないと厳しいな。押してくれ山頂。誰が山頂だ。よし動き出した。もうこれはクリアできた部分だけ投資で次は何だ。絶叫マシン式動画にするか。これはいけるやろ。半分でやられることはもうないんじゃない。さすがにクリア。さあ鬼門の後半戦。頑張りますか。着いたか。まさか。お楽しみはこれからだ。急げ。フラゴンとか取っちゃおう。よし。行くぞルイス。それじゃ出発だ。またこれか。なんか右側がすごい交差したときにチェーンソーが左から現れる。じゃあ右から現れる。それをなんとか撃退しないと。まさか。まずいのが来た。よし、二人とりあえず落とした。さあ、まだいける。左から来るよ。
ここ。よし、切り抜けた。危ない。めっちゃ外した。これで大丈夫か？これでクリアか？トロッコ。トロッコクリアだ。右から来るチェーンソーをなんとか撃退してクリアか。あーきつかった。さすがにセーブ。さすがにセーブよ。あそこのリフトに乗るぞ。リフトにね、乗らなあかんのに。迂回すればいけそうだ。させられるっつ。急げ。仕方ねえな。どっちだったっけ。こっちでいいか。ノビスタドールがね、あ、おる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 。やっぱり出た。来てる。油断するな。こいつら擬態するぞ。まだ来るよな。まだ来るよな。うん。あ、音がするぜ。とどめだ。飛んでるやつに当たらねえ。急いでやってんやからさ、一気に来いよ。こいつらうぜえ。あ、ここ登れない。うん、巣穴先に壊したら出てこないとか、口を閉じて銃を使ったらどうだ。専門じゃないんでね、力仕事は。で、こっからいっぱい行くかな。
ルイス下がり。ルイス下がり。無敵ルイス。いやまだ跳ね落とする。どっか引っかかっとんな。ちょっと。依頼をやっつけたのか。よくやってくれた。改造改造。ちょっと珍しいものが手に入った。あ、そんなにボディーアーマー食らってなかったか。間違えた間違えた。すぐしゃがんじゃう。回復薬作って、これでいいかな。もうおらんか。オッケー。さあこれでクラウザー戦。あーせっかくやしセーブしとこう。ナイフの戦いはね危険ですからね。見逃すなよ。うん、こっちじゃないこっち。来た。でスキップできる。地獄。あんたも操られているのか。狂乱の虫の感じ。ちょっと待て。俺の意思だ。で、少佐、正気に戻れ。俺ならこれ以上ないほど正気だ。さあ、成長の成果を見せろ。あんたほどの。やば。軍人がなぜ電柱の言いなりになる。なぜだと。2年前に何が起きたか忘れたか。ボタンを普通に間違えたぜ。オペレーションハビエか。オペレーションハビエ。あの時俺は部隊を失った。我らがアメリカに見殺しにされてな。後ろに回んな。うわ早い。ちょっといい、もう一回回復しとく。うぜうぜ。命令決めないとな。お投げナイフ。手の位置は分かって。俺の命令その程度。やばいやばいやばい。道義も方法もない。ただ圧倒的な力で。それと同じものを俺が目指して何の問題だ。クラウザ。あの作戦は決して。死にますやん。許されることじゃなかった。だがそう傷つける理由にはならない。その青臭い正義か。あの頃と少しも変わっていないな。どうした。クソ、どうしてもやるって言うんだな。
その蹴りなんでそんな強いんすか。やばい。殴られる瞬間に回復薬を取るっていうね。ラストパリーからのメレー。よし、はい、弁当スキップ。よし、これでチャプターが1個進みましたね。一応もう1個チャプター終わるとこまでは行こうかなと思っております。次はと次はサラザールか。立派だったよドンキオ。この借りは高くつくぞ。やはり回復薬はね、持っておくべきでしたね。うん、戦闘中しか拾えないんかな、いろいろ落ちてたハーブ類は。あれ、スキップできない。あ、やっぱ次サラザールか。時計塔ですね。割と時間かかるステージやな。よし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 、サクッといきたいけど。新しいウェルカム。ここでん、こうしたバグったかと思った。ボディーアーマーだけ、ストレンジャー、ボディーアーマーとナイフを楽勝だ。素敵な旅、修理してはい、行きます。金の卵とかね、本来なら取りに行った方がいいんですけども、漁師の間にね。私急いでますんで、そういったものは取らない。はい、サラザル君。上から聞こえてるだけか。え、なんかめっちゃダメージ。何？爆風めっちゃ食らってんのか。で、頭破壊しといて、後ろから来てんな。
転がってくる。えらく手厚いもてなしだな。さあここはロケラン使うの厳しそうやから、ここはショットガンで行くか。リフトか、気が利くな。なぜねえな、壁が。よし、これで OK か。 OKOK、 よっしゃー、怖いとこ。普通に怖いとこ。これが一番ホラーやねんけど。新しい物があるぜ。ウィルカン、新しいの入ってるぜ。コーンをストレンジャー、先に進む前にできることは。一応セーブはしとこう。全部済ましときな。あとでやっとけよかった。なんて悔やんか。回復薬出ないかな。さあ行きます。サラザール戦。約束。真ん中に飛んできたら撃つ。オッケー。
音楽かっこいい。オープニングとエンディングが一緒くたに流れた。急がないと。ちょっと待って、ハーブとか出ない？出なかった。うん、うん、狙えなくなっている。クラウザ、狙えなくなっている。ここ打てたら面白いんですけどね。まあ私の腕ではね、当たらないんですけども。ちょっとこれだけハーブ探したい。おお、びっくりした。おい、ノーマルにないやつ。え、そういうのあるんや。びっくりした。なんかリロード中に歩いてたりとかしたら、もう気づかずに切られる人いるでしょうね。うわぁ、びっくりした。この野郎、この野郎、知らずに切られる人いるでしょうよ。もう一体来る？もしかしたらもう一体来るような。いいぞ、泳がなくて済みそうだ。来ないんかい。痛いだけかい。はい、いや最後なんやねん、ビビらしてくんなや。ハードコアはね初見なんで、ああいったところでね、ちょっと変えてこられると普通にびっくりしますね。ああ、クラウザーとのナイフの試合も難しかったし、トロッコ難しかった。はあ、本日はここまで。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。コメントお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありがとうございます。